ではスラローム行ってみたいと思います。前見えますでしょうか。ちょうど今スタートラインにいるんですが、小さいオレンジのコーンでスラロームが作ってあります。でパッと見るとね、同等間隔に並んでいるのかちょっとそこもわからないんですが、最初ねこのスラローム、やっぱりねゆっくり走ってもつまらないので、これをいかに速度を上げて速く走れるのか、そんなねチャレンジをしていきたいと思います。じゃあね、何も考えずにちょっと行ってみましょうか。じゃあスタートしていきます。レディーゴー。でここを曲がって、やっぱりこう何も行くと、これアンダー出てるの分かります？アンダーが出て車がハンドルを切っても曲がらないという状態が起こってたと思います。どうしても何も考えずにね行ってしまうと、速度だけ上げてアンダー出る、ハンドルを切ってもその分曲がらない、旋回が下回ってしまってどうしても曲がらない。当然速く走りたいと思うんですけど、速く走るのとは裏腹にねこう気持ちだけがいってしまう、そんなシーンをねちょっと今やっていましたが、じゃあ今度ポイントとしてはですね、やはりスラローム速く走るには、目線です。目線を先に持っていく。どうしても手前の今こう旋回するコーンを見がちなんですが、それよりも一つ先、もっと先を見ていく、そんな目線のね先に持っていくっていうことで、かなりこう対処が余裕が出てきますので、やはりしっかりと対処できるようになってくると思いますので、速度を上げる、またアクセルをずっと踏みっぱなし、速度、旋回速度というのは今日路面が濡れてますので、タイヤのやっぱり旋回速度って決まってるんですね。限界を超えたらやっぱりアンダーになってしまいますので、当然アクセルを踏んだらこれでは曲がれないと思えば、当然ブレーキもね使っていく、しっかりと速度コントロールをしながら、いかにスムースに速く走るのかというのをちょっとねやってみたいと思います。では行ってみましょう。必要であればねブレーキを踏んで、また先を見ることによって非常にスムースに車が動いていくと思います。結構ね R8 アクセル、まあタックインっていうんですかね、アクセル抜いた時にぐーっとねリアが流れたり、またアクセルの入れるタイミングでねリアをコントロールできるので、意外にまあリアをコントロールしたりするというねちょっと上級テクニックなんかもありますが、まあ今みたいにねできるだけまあそのスラロームの感覚に合わせて速度コントロールしながら、まあできるだけ小回り、どうしてもこう目線が手前でコントロールがゴテゴテになっていくと、どん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 こう膨らんでいってスラロームこう蛇行していくような大きな R になってしまうので、そうするとやっぱりねタイムロスにつながっていきますので、できるだけまあスムーズに速度をうまくね合わせて、できるだけまあアンダー出さない、まあ極力オーバーも出さないでスムーズに走っていただいた方がやっぱりねいいかなと思います。